チャット内の応援メッセージありがとうございます。あやエドワーズ様、高見沢選手は宮古島シーホークスからの参戦ですね。文字通り新進系のチームの中で、そして X に参戦する琉球に相手挑戦するその勇気に期待したいと思います。細川さんも同じくこの高見沢さんへの応援メッセージとさせていただきます。岩田様、玉山選手のランに注目ですね。先ほどから素晴らしいプレーを見せておりますが、さあここでそのプレーは披露されるでしょうか。パス不成功です。まずここで広島はこのセカンドダウン7の状況、パスプレーから入りました。しかしこのパスは失敗となりまして、サードダウンに変わります。時計調整が遅れておりましたが、時計合わさせていただきました。さあ広島自陣5ヤードからのサードダウン7、果たしてどのようなプレーを展開するでしょうか。琉球逆にここを突破口とするでしょうか。さあクォーターバック、その自らの総力で攻撃権更新図らんとしましたが、これは琉球ディフェンス踏ん張りましてフォースダウンに変わります。広島クォーターバック3番は山口でした。亜細亜大学出身のチームのバイスキャプテンです。広島フォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。ボールオンは自陣9ヤード、非常に厳しい状況からのパントとなりますが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにありましたでしょうか。広島に交代違反、フィールド内に12人おりました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。従いまして5ヤードバッタリとなりフォースダウンやり直しです。さあさらに下がった位置からのパントとなりますが、広島この状況を見事クリアすることになるでしょうか。パンターがエンドゾーンにいる状況でのパントフォーメーション、このバント琉球はフェアキャッチしまして、広島陣40ヤード地点からの攻撃を確保します。広島非常に厳しい力のパントはしかし見事にクリアしました。ですが自陣を脱することには至らず、琉球は相手陣40ヤードからの攻撃に入ります。さあ琉球としてはこのポジションを生かした得点をものにしたいところではあります。琉球相手陣40ヤードからファーストダウン10。さあここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボール、オフェンスは揃ってスタートをしなければいけません。先ほどボールが動く前に1人選手が動いた状態になっておりました。結果的には5ヤードバッタリとなりファーストダウンやり直しとなります。琉球5ヤード下がりまして、相手陣45ヤードからファーストダウン15で試合再開です。さあここで中央へのランプレーを投入しました。何枠10番にボールを託しまして、オフェンスラインの勢いのも合わせて中央突破し、約6ヤードのゲインとしています。キャリア10番は5ヤ、琉球大学出身。
琉球ガーデンライオンズ相手陣39ヤードからセカンドダウンナイン。さあ再び中央へのランプレーです。ここはランニバック10番ゴヤのランを重ねます。すれ違うようにハンドオフしまして中央へのランを完行させ約4ヤードのゲインとしています。さあ琉球相手陣35ヤードからサーダウン5の状況に入ります。ここで琉球クォーターバックの中央突破へのランプレーを敢行しました。カウンターに近い形で QB 自らが突進する形で攻撃権更新畑さんというところでしたがわずかに至らずフォースに変わります。失礼いたしました。琉球フォースダウンの状況に変わりましたが、さあここでどのような選択をするでしょうか。ここでホイッスル。琉球ガーデンライオンズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。琉球ここはポジション的に非常に有利でありますのでフォースダウンといえここで作戦タイムを取りました。この配信は X2 ウェスト、X3 ウェスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画、現在も募集しております。この YouTube の説明概要欄にその申し込みとなります。ショッピングカートの URL ございますので、そちらをご覧いただき、内容をご賛同くださいます方々、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ、琉球ここでフォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。かなりの距離です。キックレングスは50ヤード。このキックはしかし不成功、フィールドゴール失敗となりました。結果的に4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代となります。高見沢非常に距離のあるフィールドゴールでしたがあえて果敢に挑戦しました。しかし広島はこの窮地琉球の攻撃を見事しなぎまして攻撃権を確保する形に至っております。広島自陣33ヤードからの攻撃に入ります。広島ホークスファーストダウン10。ここで広島オプションプレーを選択しました。何枠にピッチしましてキャリア32番左オープン展開し約3ヤードから4ヤードのゲインとしております。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。さあ試合再開となります。広島セカンドダウン7。パス不成功、パス不成功の判定です。
クォーターバック3番、中央切れ込んでいたワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、パス8番キャッチミス、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。広島ホークスサードダウン7、パス成功。クォーターバック3番、右にスプリンターズ、琉球ディフェンスが殺到する中、このパスを見事通しましたが、わずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。さあ残り1ヤードという状況ですが、広島どうしますでしょうか。どうやらフォーメーションを変えまして、パントフォーメーションを取る模様です。ここはリスクを回避する形を選択するようです。ここで広島に大きなミスが発生しました。スナップミス、センターが投げました。スナップが大きく後方にそれる形になりました。パンターなんとかこれをカバーし蹴り返さんとしましたが、そこに琉球ディフェンス陣殺到しまして、広島陣エンドゾーン近い位置で攻撃譲渡という形になりました。非常に大きなプレーが発生しまして、琉球相手陣ゴール前からの攻撃で琉球の攻撃に変わります。大変大きなプレーが発生しました。さあ琉球は相手陣9ヤードからの攻撃に入ります。従いまして攻撃権更新はありません。4回の攻撃権でタッチダウンを狙います。琉球相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール。ここは広島ナイスディフェンス。まずキャリア10番に中央突破を図らせましたが、これを広島4番が殺到しまして、このラン阻止しております。58番も対応しました。1ヤードロスを奪っています。見事なディフェンスを披露したのは広島ホークス4番のウェア、明治大学出身58番のプレイヤーも素晴らしい活躍を見せました。琉球セカンドダウン2ゴール。パス不成功。ここでクォーターバック3番、一気にエンドゾーンを狙うパスを投じました。しかしこのパスディフェンスカバーしており、パス不成功となっています。サードダウンに変わります。広島素晴らしい活躍をしました。58番は川田でした。さあ琉球サードダウン2ゴール、残り10ヤードの状況に入ります。広島防げるでしょうか。琉球これを突破なるでしょうか。このプレー止めた。クォーターバック3番、右に流れてランパスオプションを展開し、キープを展開しようとしましたが、これは広島カバーしております。フォースダウンに変わります。琉球フォースダウン2ゴール、残り7ヤード。フォーメーションを変えてフィールドゴールトライです。3点を狙います。キックレングスは25ヤード。キック成功、3点獲得です。琉球ガーデンライオンズフィールドゴールで先制といたしました。
琉球ガーデンライオンズ3点、広島ホークス0点。琉球広島のミスをつきまして、この機会をうまく生かして先制となりますフィールドゴールを決め、この試合の均衡状態を解きました。しかし広島もこの危機をタッチダウン奪われず、フィールドゴールに抑えたのは非常に価値があったと思います。その意味では岩田様のメッセージ非常に的確だと思います。タッチダウンによります得点は最大で7点から8点得ることが可能です。現時点の状況はまだその試合の優劣が発生したという形でご覧いただくと幸いです。しかし少なくとも試合の均衡状態を解けました。琉球が先制点を挙げた形でその得点を得た琉球のキックオフで試合再開となります。時計が誤って進んでおりましたが、試合時間前半残り4分7秒となっております。さあリターンを避けるように短いキックを蹴りました。しかしこのキック外へ出ましたので、これは反則となります。キックオフのボールは外へ出し、サイドラインの外へ出してはいけません。この場合はリターンチーム出た位置から5ヤード前進したところの攻撃か、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードペナルティとして自陣35ヤードのいずれかの攻撃という形で選択できるのですが、ここは広島は5ヤード下げて蹴り直す選択としました。広島はどうやらこのキックオフリターンで大きくプレーを展開したいという考えのようです。さあこれを避けることに琉球は果たしてできるでしょうか。自陣30ヤードの位置に変わりましてのキックオフです。さあ広島リターナー触れまして、それをリターンに入ります。結果的にタイミングがずれたためか、広島自陣20ヤード付近からの攻撃と変わります。さあしかし反撃のシリーズに入ります。広島ホークスボールオンは自陣19ヤードにセットされました。広島ホークスファーストダウン10。広島がパスプレーによって状況を打開図ろうとしましたが、このボールを取ったのは琉球の8番失礼しました琉球の5番です。インターセプトにより攻撃権変わりましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどのように施行されるでしょうか。どちらにありましたでしょうか。リターン中の反則です。リターンチーム琉球にホールディング、相手選手を掴んだという反則がありました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。10ヤードのペナルティーです。しかしインターセプトは成立です。攻守交代はなりました。攻撃権は琉球ガーデンライオンズに変わります。琉球ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは琉球ガーデンライオンズの5番の上がり合い、浦添高校出身のルーキー、20歳のルーキーがここで大きな仕事を決めました。さあ琉球ガーデンライオンズ相手陣36ヤードからの攻撃に入ります。琉球ファーストダウン10。
ランプレーから入ります。何枠10番トスを受けて右オープンへのランプレースピードに乗りまして約3ヤードゲインとしています。綾様メッセージありがとうございます。先ほどのインターセプト選手の確認を誤っておりました。インターセプトしましたのは8番の根島選手でした。失礼いたしました。根島選手です。千葉科学大学出身のプレイヤーです。決して有名校ではありません。しかしフットボーラーとしての素晴らしい活躍を披露しています。インターセプト、ターンオーバー。しかし広島は負けていない。ここで琉球のパスを13番がインターセプトしまして攻撃権を奪還しました。攻守交代です。ターンオーバー。今度は広島の13番が見せました。13番は上田、島根大学出身。こちらは中四国学生リーグ出身のプレイヤーです。双方とも決して有名校ではありませんが、そのチームにおきまして素晴らしい活躍を見せていた、その技法を技を披露しております。さあ取り返しました攻撃権で広島攻撃に入ります。ボールオンは自陣36ヤードからファーストダウン10、パス不成功。まずパスプレーから入りました。左に展開しておりましたワイドレシーバーへのパスでしたが、このパスは不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。広島ホークス自陣36ヤードからセカンドダウン10、ここでドロープレーを投入しました。パスプレーと見せかけた裏をつくようなランプレーでしたが、ここで20番ボールをジャッグルしました。非常に危うい状態でしたが、なんとか確保しております。結果的にゲインは1ヤードにとどまっております。キャリア20番は玉山、京都教育大学出身。広島サードオン9、ボールオンは自陣37ヤード。不成功。クォーターバック18番下がりまして、右奥に展開していたワイドレシーバー27番へのロングパス、しかしわずかにオーバースローでありパス不成功となりました。広島フォースダウンに変わります。広島フォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。このパントシャンク、プレッシャーからパントを蹴り損ねました。結果的に自陣脱することできず、広島陣45ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。さあ前半の残り時間は1分55秒となっております。この状況で琉球は相手陣47ヤードからの攻撃に入ります。琉球相手陣47ヤードからファーストダウン10、パス不成功。クォーターバック3番ターゲットを探しながら左奥へのパスを投じましたが
これは広島陣パスカバーよくパス不成功となっています。ダウン一つ変わりましてセカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウン10、ボールオン相手陣47ヤード。ランニー枠10番ハンドオフを託されて左オープンに展開、ディフェンス殺到する中体をねじ込みまして約7ヤードのゲインとしています。キャリア10番ゴヤ、素晴らしいランを披露しました。琉球大学出身。琉球サーダン4、ボールオンは失礼しました、サーダン3に訂正します。ボールオンは相手陣40ヤード。成功ファースター。クォーターバック3番右に展開して中央切れ込んできたワイドレシーバー14番にパスを通し攻撃権更新です。琉球ファースター、見事パスキャッチ決めまして攻撃権更新果たしたのは琉球ガーデンライオンズ14番の草開き、大阪工業大学出身。琉球相手陣32ヤードからファースター運転。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック3番プレイアクションからロングパス、一気にタッチダウンを狙わんとするパスを投じました。相手の裏をつくように投じたパスでしたが、しかしこれは広島33番がインターセプト、攻守交代となります。ターンオーバー。見事この状況インターセプトでしのぎましたのは広島ホークスの33番のプレイヤーでした。33番は笠松、素晴らしいプレーを披露しています。さあ攻撃権変わりまして広島の攻撃に変わります。前半残り時間は29秒となっているようです。広島ホークスファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック18番左に展開したワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、3番キャッチミス、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。ノーマークであり非常に大きなプレーになる予感があったプレーでした。広島ホークスセカンドダウン10、ボールオンは自陣9ヤードの位置にあります。これは琉球ナイスディフェンス。中央へのランプレーを投入しました広島、しかしこれを琉球99番タックルしましてノーゲイン、失礼しました、1ヤードのゲインにとどめております。見事なタックルを披露しましたのは琉球ガーデンライオンズ99番の牧、明治学院大学そして大宇大学を経ましたプレイヤーです。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして広島ホークス0点、琉球ガーデンライオンズ3点、琉球がフィールドゴールより3点リードする形で前半戦終了です。